本日は完成報告会ということで、これからご登壇いただく皆様にいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。5年越しに、はい、このニッコちゃん完成いたしまして、自分の口から言うのはおかしいですが、多分100点、をいただいてもいいんじゃないかと思う作品になりましたので、皆さんも見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に絵が美しいのと、あとそのストーリーとかちょっとしたこう会話とかが本当に心があったかくなる作品なので、絶対これは家族で楽しめる作品だなっていうのは思いました。あとなんで笑うの？俺の前で家族っていうこと。ごめんごめん、家族いないもんね。前はあったんやけど。あ、そうだね。本当に家族がいない人もいる人も楽しめる映画だなって思います。おかしい？ココちゃん。面白いです。いろんなところにフラグみたいなのがあって、それを見つけるのも楽しく、はい、本当に絵も綺麗で、スタジオ4度 C さんの作品本当に好きなんですよ。もともと、はい、すごい好きです。 ありがとうございます。で、君世渡りもうまいね。親の顔が見たいわ。花江さんはまさにここ数年でご家族を持たれたというですね、はい、はい、ですので、きっと感想もひとしおだと思うんですが。ちょっと話しづらいですけど。いや、でもやっぱりその親の立場に立って初めて分かるこの、ニッコちゃんの気持ちとか、新しいなんかアニメーションのこう見方というか、感情の持ってき方みたいなのがあって、すごく新鮮でしたし、やっぱ幅広いこう年代の方に楽しんでもらえる作品なんじゃないかなっていうふうに思ったのと、あとやっぱり本当に絵が綺麗で、結構ニクコちゃんってすごいバクバク食べ物を食べるシーンが多いんですけど、本当に出てくる食べ物全部がすごく美味しそうで、それをなんか見てるだけでも楽しい映画だなっていうふうに思ったので、お腹が空いてる状態であんま見ない方がいいかもしれないですね。アニメの現場っていうのは過酷だったりするんですけど、まあ、なぜかねちょっと楽しいというですね、ちょっと不思議な空間でしたね。僕スタジオに、このままスタジオに帰らずこの収録だけやっていたいと思いましたもの。まあ、帰るともねアニメーターたちが待ち受けておりますので。吉岡里帆ちゃんが来た時だけでしょ。いや、そんなことはございません。あんたマツコ来た時走り去ったやない。いやいやいや、マツコさんは逃げる隙がなくてですね、捕まってしまいましたけど、ちょっと楽しかったです。演じてのご感想というのは大竹さんいかがでしょうか。でも少しだけいつもちょっとテンションが高くっていうのを監督がおっしゃったので、それは意識しましたね。だからでもすごいエネルギッシュな感じとか、あとストレートな感じとか、でもこうやっぱり会話がとってもあったかかったので、やってて楽しかったです。うん、そしてそのニッコちゃんと長い時間を一緒に過ごされるのが、はい、ココミさん演じるキクコちゃんなんですけど、もう本当に各地方のさまざまな方言がちょっとずつ出てくる、これも多分花井さん本職の石油さんでもこれ難しいですよね。そうですね、しかもどこの地域って多分によってニュアンスがちょっとずつ変わってくると思うんで、はい、かなり難しいんじゃないかなと。はい、それをこうココミさんは作品の中で同じシークエンスの中で共通語も話されれば、そのまま関西弁に移られたりとかすると、とても難しい役だったんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。すごい難しかったんですけど、アフレコの時はもうさんまさんに細かくもう丁寧に指導していただいて、何回も何でしたっけ、ポチポチ、えポチポチ、あ、トークバック、あ、そうです。トークバックで一回言ってみっていう感じで何回もセッションして、はい、いや、そんな大変じゃなかったんですよ。大変でしたよ。役的にはもうとんでもなく大変で、よくクリアしたなっていうやつなんですけど、彼女やっぱフルートとか音楽がすごいんで、音符で覚えよるんですよ、関西弁を。だから、ちゃうやんとか言ってくれって、ちゃうやんって言ったら、
音符で覚えて、あ、行きますって言ってすぐもう、録音に切り替えてちゃうやん、 OK っていう、全部音で覚えたっていう。それと一番驚いたのは、最後、マリアに謝りに行くシーンがあるんですけども、そこでね、俺がすまんそこごめんなさいじゃなく、カンニンナーにしてくれってトークバックで、カンニンナーって言ってくれって言ったら、ココちゃんがカンニンって何って言う。今の若い子大阪弁のカンニン知らないっていうのに驚いて、慌ててマリアのセリフに泣きながら、カンニンって何って入れていただいてるのは、大体がキクリンのセリフです。こう渡辺監督、アニメーションの現場でこういう奇跡が起こることって、まあんまりないかもしれませんね。やっぱこう少しでも隙があれば何か面白いことを入れたいというです、はい、さんまさんのその隙のない、この汚いこのなんですかね、うん、お気持ちがと言いますか、まあだからこちらとしてはちょっと若干ね、そこ多分入りきらないんだけどなってぐらいこう密度は高まるんですけど、だいぶ こぼれたりしてですね、いろいろ事故は起こってはいるんですが、まあ面白くなるからいいかなっていうことです、ね、でも皆さんやっぱその要求によく応えられるな、はい、もう本当に感謝してます、うん、すごいですよ、もう完璧でした。下野さんと花江さんは、はい、もう自ら用意して来ていただいてたんで、あ、この人らこうしてやらはんねやと、うん、何パターンも考えて来ていただいてたんで感謝してます本当に。そのミステリアスな、まあ、二宮ですけども、はい、これはもうどういうお気持ちで臨んでいらっしゃったんですか。そうですね、あんまり、まあ、人とこうコミュニケーションを取らない子なので、あんまりこう自分だけの世界に入ってて、まあ、聞くこと話してることがほとんどなんですけど、それでも本当自分の言いたいことだけをただポツポツとこう言って、でその中でちょっと聞く子に何かを気づかせるようなっていう、そういうなんかディレクションでしたよね。そうです ね, ね、はい、今回もう何よりも驚いたのが、とにかくマスクを作ろうということで、マスクを作らせていただいたんですよ。だいたいドラマとかバラエティでジャンパー作ったら100枚、ぐらいでみんなに行き渡るんですけど、マスクを2枚セットでって言ったら、何人ぐらいスタッフ関わったんって言ったら500ですと。本当はもっと多いらしいんですけど、500にしてくれと、とにかくこっちの予算もあるんで、500枚、ということで、まあ、計500人1000枚作らせていただいたんですけど、あ、ちょっと関わった人が500もいるのかと思うだけで、本当に感謝して、500人以上の方がこの作品を一生懸命作っていただいたことを改めて、なんか感謝したいなと本当に思います。でもそれだけの熱が入った、魂がこもった作品になったのは、事実だと思うんで、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。どうも本当に今日はありがとうございました。はい、漁港のニッコちゃん完成報告会、監督お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。どうも、ありがとうございます。すごい場でしたね。そうですね、なかなかの、はい、なかなかの盛り上がりぶりでございました。さんまさんと大竹しのぶさんがいてっていうところに監督がいるという、なんかね、もう不思議な、私ちょっと現実のこととは思えなかったんですけれども、もう本当にこうやっぱり有名人の方が作った映画だよねっていうふうに思ってる方すごくいると思うんですけど、僕今回もうアニメファンとしてめっちゃ良かったです。本当に嬉しいですね。アニメ見たっていう充実感がすごくって、嬉しいですね。もう吉田さんにそれ言ってもらえるのが一番もしかしたら嬉しいかもしれません。いやいや、でも本当に回収の子供の時もごゆっくりインタビューさせていただいて、あ、はい、あの時にもう本当に大変な手法から開発するところから作ってらっしゃったんだなっていう、あの作品を今度この西加奈子さんの、はい、もう本当になんかね、人だったら全人類があってなってしまうストーリーに渡辺監督のすごい野心的な演出じゃないですか。どうなんでしょう、ね、今までのね、こうかね、連作のこうドラえもんとかでも、ドラえもんそのまんまだけだったらきっと子供たちが本当に喜んだことにはならないみたいな、いろんなアイデア詰め込んできたりしたのが、今回もニコチョコちゃんも、はい、もうオープニングからすごいテンポ、おーって思いながら入って、嬉しいですね、してて、
まあ、分析をしていただくというのは、まあ、こちらとしては非常にこうありがたいというか非常に嬉しいのではありますけれども、まあ、野心というよりは、ね、やっぱりこうなんでしょうね、あの非常に、まあ、ストーリー自体はものすごくこうシンプルで、非常にこうなんか真っ当なことを訴えているので、せっかくアニメにするのであればやっぱ絵の力とかその映像の力みたいなものをまあフルにこう盛り込みたいという、まあ、そういう点では野心的だったのかもしれませんけれども、絵の力でいうと、はい、もうすごい、もう本当に何百個も言いたいことあるんですけど、あの運動会のシーンとか、はいはいはい、あの途端に影少なくなったりとかしてますよね。そうですね。あと意外とこう情報をあの必要なところ以外を落としちゃうとかですね、はい、シンプルにすることによって何かこう浮き立つものがないかみたいな、うん、まあ、単純にその手数を抑えるだけではないんですけども、それに合わせてなんか情報がこう特化できるような、うん、そんな狙いもあったりしますけれどもね、うん、それなのに本当に何気ないシーンにすごい手間かかってるんですよ。そうなんですよね。僕が本当にその作画的なというか、はい、アニメ的な意味で好きだなと思ったのが、旅行で聞く子がこう、はい、あのさつまいも食べてるシーンあるんですけど、さつまいものアップあるじゃないですか、ものすごい質感なんですよ。バカですよね。あれやっぱりすごい手間かかってますよね。あそこ、あそこだけは特化してますよね。何かですよね。なんでうわ、でもあの全体としてそこだけ見たらわからないんでしょうけど、はい、全体で見た時にきっと見た人アニメファンじゃなくても無意識に伝わってるよっていうことがいっぱいあって、はい、もうあの一番食べたいものってこの作品多分みんなで話したらきっとみんながね楽しくなる、あの、ね、話題だと思うんですけど、はい、あのお芋が一番食べたくなる。嬉しいです。ですよね。嬉しいです。前回は五十嵐大輔さんのこう、はい、漫画があるところで惚れ込んで作品にされたという話だったんですけど、今回小説です、うん、そうですね。なので絵のないところからこう絵を作られるわけじゃないですか。ここのイメージ力がもう本当圧倒的だなと思ったんですね。いろんなところでこれどこから作られるところだったんですか。やっぱ、ね、実は、まあ、その絵がない自由度と同時に、まあ、ちょっとね作り出すやっぱり難しさもあったんですけれども、ニコちゃんに関しては比較的するフォルム優先で、フォルム優先、はい、はい、でその誰しもがこう想像して、うん、福岡からね、うん、あの佇まい、これはもう期待を裏切らないようにしようということもあったんですけども、うん、まあ、あのキッコの方本当にあの小説の字の文でも美しい、という描写と、まあ、わずかながらもそういうこう佇まいが書かれてるんですけども、まあ、相当そのそういう意味ではこちらのなんかこう自由度が非常に高いキャラクターだったので、どこからこう手をつけたらいいかというのは実は悩んだ部分ではあるんですよね。そこでもうニッコちゃんがそのあのフォルムをまず作られる、はい、すごくよく分かります。で、こうでもここのタッチにあのが他のものと浮かないようにするっていうのがもう奇跡的に違うタッチのものがいっぱいあって、ですごく不思議に思ったのがそのまさに運動会のシーンで、こうあの石井久一のキャラクターと五十嵐大輔のキャラクターが同時に動いてるみたいな、いいところをご覧になってますな。こんなことできるんだというちょっと感動があったんですよ。そうなんですよね。だからアニメ、まあ、オールキャストじゃございませんけれども、まあ、絵にすることの自由っていうのは案外とこうねそのなんかこう入れ込んだものっていうのは同居できるんではなかろうかと、うん、でニッコちゃんっていうのはちょっとなんかこうほら存在がファンタジーなんですよね、うん、こんな人おるわけないやんっていう雰囲気なんで、こんなちょっとねフォルム優先の人が、まあ、ちゃんとした真っ当なアニメの中にいたらどう見えるんだろうみたいなね、うん、そんなところもあったりしましてね。全然これなじませるのはじゃあご苦労はなかったんですか。僕の思考の中では苦労ではないんですけれども、ちょっとまあ見る人が見ると感じてしまうかもしれませんね。いや、なんて言うんでしょうね、違和感を感じたわけではなく、はい、あの馴染んでるのになんだろうこれすごい美味しいけどこの隠し味何みたいな感じだったんです。ありがとうございます。まさにそれですね。もう本当に何でしょうね、家族みんなに見てほしいのと、嬉しいですね、あと、もうこれはあのすみません、あまり他の作品引き合いに出すべきかじゃないのかもしれないですけど、僕あの、この世界の片隅にを見た時に思った、なんだろうこの安っぽくないのにものすごく泣ける感動っていうのを久しぶりに味わった感じなんです。いや嬉しいな、ちょっと非常に嬉しいですね。本当に素敵でした。ありがとうございます。本当に面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。